カードは。もう一回。ロボとかも俺のコンボの餌食やで。は？年末年始の予定。でもさ、スマ勢の忘年会さ、満足さんが誘ってくれたんだけどさ、完全になんか俺対策されてて受けたな。なんか割と俺が仲良さげなさ、6何人ぐらいいたかな、10人8人ぐらい、8人ぐらいがなんかリストになってる、8人ぐらいのリスト送られてきてさ、一応今のところの参加者確定してるのはこれだけど、忘年会来るみたいなお誘いあってさ、あーもう楽しそうなメンツだし、これだと行こうかなと思って、行くって言ってさ、なんかその忘年会サーバーみたいな、忘年会の LINE グループに入ったらなんか40人ぐらいいるんだよな完全にはめられたんだよな。こいつ40人規模のやつやるって言ったら来なくなるから、俺用のなんか対策されてたんだよな。でももうこっから行かないって言ったらなんか嫌な感じだしな今しぶしぶ行こうとしてるうっ、丁寧な復帰。届きすぎだろ。いいの、そんなことして。ラマシなら横強でいいかな。よしよし、あ、うまい、完全にディディフフ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 フ、カズヤ嫌いすぎて。何せんべいが一番好き？ポタポタ焼き。甘じょっぱいやつね。あれうまくね。うまい。え、ポタポタ焼き知らんの？ポタポタ焼きわかんないの？ポタポタ焼きわかんなくてその質問してんのかよ。言葉強いな。喋りたくないもう。だから純粋な気持ちで、はい、聞いてるのにずっと何それって。二次会まだいます。やばい。ギフト愛人してんぞさらし者にされてるかも、今。二次会の会場で。いや、水の子さんとも、俺は結構ね、満足、どんくらい飲みました？やばいやばい。だるいだるいだるい。だりー。だりー。おい、なんかやってんぞ絶対満足さんじゃん。え、満足さんじゃない？これもしかして、満足。
まあ、マンゾーンって多分トゥーンとかかってるから多分満足さんだな。え、違うのこれ。満足さんじゃないの。満足トゥーン略してマンゾーンじゃないの。すみません、別人かよ、これ。満足かよ、ただの。恥ずかしいわ、なんか満足さんを見てくれたって思った俺が。さあ行けよフラビトなのになーって思いながら DD でやってたんだこのカードずっと。これでね、別に村人で100勝てるかと言われたら別にそんなことはないんだけど、村人なのになーって思いながら、難しい DD のカードをやるのが本当につらかったんです。今日私は幸せなんです。本当か、本当に幸せか。デバッカーの堂々だ。デバッカーの堂々いる。ブルーベリー学園、 いろんな堂々がいるわ。デバッカーの堂々を発見。一心不乱に突き進む。ああ、やめちゃった。ここにもデバッカーの堂々が。今のはグッドゲーム。ああ、俺15キルか。そうか、それアシストが入るんだよね。言いづらかったけど言うわ。じゃあドリンクを置くとドリンク飲んだ人のキルもアシストに入るから、あなたのキルではないです。知ってて言ってます。知ってて言ってます。知ってた？何だったよ、ね、それ何度視聴者に言われたか。俺視聴者に言われるに決まってるだろ。じゃあ何度言い切ったんだよ。じゃあ何度も言われることじゃねえ。一回まだ反省して言わなくなるんだよ。あ、僕のじゃないんだって。いやいや、ドリンク含めてでしょそれは。ナイスドリンク。ヤグラの上に置くとヤグラが消しちゃうから気をつけろな。ナイスドリンクからの切り替え、えぐいな。緊張感あるなー、これ絶対下火だから。分かってんだよ。